あれかな。おっしゃ、いたぞクック。これでなんか新しい攻撃方法増えたよな。めっちゃ逃げられてる、めっちゃ逃げられてる。ちょっと待って。じゃあ遊ぼうよ。ちょっと遊ぼうよ。攻撃スタンスのストライクだこれ。おっしゃ。ひき肉にしてやんよ俺。ほい。やっぱ溜めるまでに時間がかかんだな。今までの攻撃よりめちゃくちゃ強くない？ほら、あっという間じゃん。何今の勝利のポーズ。腹立つわ。おっしゃ、食べるぞ。ん？ちょ、あれ？ちょっと待って。あれ？装飾になってる。あ、そっか、口変えたからか。この口が装飾な、あ、なんだ、結局、あれか。口で決まるんだな。口に依存するのは細胞ステージから変わんねえんだな。その装飾だの肉食だのが。あ、そうなんだ。あ、装飾でいいんだ。あ、でもその方が便利じゃん。果実なんてそこら中にあるんだし。敵を倒さなきゃいけない肉食よりも、そこら辺の果実食える装飾の方が気楽でいいわな。あー、美味しい。あー、美味しい。てか、なんかドクロマークついてるんだけど、これもう滅ぼしたってこと、クックは。なんか激おこマーク出てるよ。クック激おこ。え、どういうこと？とりあえずなんかあれよね、今クックを倒したことによって、何？え、別に何か得られたわけじゃないよな。何なんだろう。でもこの調子でたくさん生き物滅ぼしてったら、え、なんかハエがたかってる、怖い。そんなとこまでリアルにしなくていいのよ。俺虫苦手だから。あ、なんか右側にハテナマークみたいなのあんな。下の方にニコニコマークも出てるけど、何なんだろう。とりあえずいろいろ調べてみないとだ。何この気持ち悪いなんかサボテンみたいなの。その操作方法が慣れないな。これ、え？ハテナマークついてる。怖いな、これ。調べて大丈夫かな。おい、普通に通過すんなよ。違うって。なんで通過すんの？これを調べ、え？これほんと何なの？生き物じゃないよな。おい、なんか拾おうか、アイテム。よいしょ。ティートピギー。え、これ何なんだろう。なんかあれだよね、生き物が生まれる前の眉的な感じがするよね。今のうちにほろぼろ、怖いよ。距離置こう、距離。びっくりした、マジで。クイップル、ヒットポイント15。ちょっと強いな。俺よりヒットポイントあるもんな。え、なんかすごいマガマガしいオーラ放ってる。これ敵意を出してるってこと？そんなこと言わずに仲良くしようぜ。あ、歌でも歌おうぜ。なんか強そうだから、下手に敵に回すよ。ギャース！すいません。違うんです。待って。うまい棒あげるから、ちょっと待って。お金が欲しいの。いや、めっちゃ落ちてきてんじゃん、めっちゃ落ちてきてんじゃん。ちょっと待って、食われる。ちょっと待って、やばい。狩られる、完全に狩られる側になってる。ちょっと自分の巣に行こう。自分の巣まで行けば大丈夫だろう。うわ、一転して狩られる側になった。ちょっと待って。くそ、他に生き物いたけど、なんかあいつもなんか敵意を放ってる。仲間のところまで行けば何とかなんだろう。助けてください。おー、なんかそういう発情してる場合じゃねえんだ。ちげえよ、発情してる場合じゃねえんだよ、マジで。え、まだ来てる敵。あ、別のやつが来てる。ファッティ、ファッティゼロって何？何その数字、検体番号みたいな。待って、発情してる場合じゃないんで。え？なんか味方が発情してるやつ一匹しかいないんだけど。もっといたじゃん、巣に。何匹もいたのに。なんで発情したメス、おー、どっか行った。
こいつ殴れねえかな、腹立つから。もう、あ、でもお腹空いてんじゃん、俺。ちょっと待ってよ。果実食べないと。敵どっかいなくなったな。よかった。まあ、ついてくんなよ、うぜえな、マジで。まあ、それどころじゃねえんだよ。生きることに必死なんだよ、俺は。あ、なんか音符マーク見えたぞ、今。友好的な生き物かな、これは。ちょっと仲間を増やそう。うん。文化的に生きよう。ただね、作って食われてだけの、あれはもう終わったんだよ。幸せなら手を叩こう。よっしゃー。あ、なに？脳みそが大きくなりましたよ、演出、それ。知力がアップ。あなたは少し知的になり、進化の最初のステップを踏み出しました。ほう。味方のクリーチャーの気を引く能力を得たので、群れに加われば一緒に連れていくことができます。あ、いいじゃん。仲間を連れていけば、さっきの強そうなやつも、とも戦えるんじゃないの。え、もしかして他の種族も連れていけんのかな。仲間には違いないから。え、ヘイ、リーダー、リーダー。あ、ちょ、もう、ちょ、え、違うって、違うって、何してんの。まあいいや、歌おう。やったぜ。すごい、一発で2つ分いった、なんか。ちょっと、あ、そっか、こいつらまだ完全に仲間にはなってないのか。もう一匹感心させれば、仲間になってくれるかな、この、ショーツタックルさん。よーし。ショーツタックルは全て味方です。来た。味方になってくれたから、あれ、これ群れに連れてくの、登録するの、どうすんだ。さすがに別の種族は、ダメなのかな。ダメですか。あ、違うんだって。いいんだよ。そういうのはもういいんだよ。そういう茶番はもういいんだよ。自分の巣に戻ってみよう。え、何してんの。あ、仲良し。今度一緒にディズニーランド行こうね。え、何。やあ、友よ。あんたは群れ、あ、できた。追加できた。群れにクリーチャーを追加しました。ハンティングしたり、歌ったり、草原で踊ったり、あなたがリードしてくれれば、彼らはついてきますよ、と。あ、やった、登録されてる。あ、やった。じゃあ、この生き物と、なんか、よく見ると気持ち悪いな。な、虫っぽい。あ、でも、可愛いかも。いや、可愛いかも。双眼鏡モード。これね、さっき、さらっと使ったけど、生き物クリックすると、データが見れるっていう。あ、ごめん、やっぱ気持ち悪いわ。ね。いや、目開くと可愛いんだけどな。うん、うん、そう、目開くと可愛いんだって。なんか目半開きの時が気持ち悪い。草食なんだ。やっぱ草食の生き物は友好的なのが多いなのかな。ちょっとあちこちにパーツあるよな。正直こんだけあると全部回収するのがめんどくさいんだけど。まあいいや。一応見つけたら取っといた方がいいのかな。仲間と一緒に歩けるから、もし意図しない戦闘になっても、なんとか二人がかりで勝ったりできるかもしれないということだな。あ、新しい生き物発見。あ、友好的っぽいぞ、結構。なんか、おとなしそうな生き物だね。ちょっとリーダーから落としていくか。ちょっと、友好的に行くよ。おーい。え、なにこの、なにこの、歌唱力が上がったってこと。いや、歌唱、じゃ歌唱力って言い方違うな。歌の力が、なんかこう、歌の説得力が上がったというか。なんだろう、これも口を変えたから。すごい、歌力変わったよね、随分。すごい。あっという間に感心させられる。仲間いる意味全然ないじゃん。ちょ、お前も歌えよ。お前も歌えよってことはできないの。おい、歌えよ、おい。あ、なんかコミュニケーション取ってる。もしかして。おい、コミュニケーション取ろうぜ。すごい、一方的にコミュニケーション取ってるんだけど。
んだお前ら。へっへっ、もっと仲良くなろうぜ。へい、よーし、みんな仲良しだ。いいね、こういうの。仲間になると素で回復できるようになるから、さっきみたいに襲われてなんか逃げ回ってる時も、そこまで来ればさ、あれなわけでしょ、回復できるわけでしょ、助けてくれたりもするだろうし。よし、ご飯食べないとね。よし、まあ、お前俺の餌食うんじゃねえよこの野郎。あ、そっか、これ左下のマップのニコニコマークは味方の巣ですよってことか。気づくの遅すぎるわな俺で。このハテナってのがまだ敵にも味方にもなってない生き物の巣ですよみたいなことだね。すごいのんびり遊んでんな。こんなんでいいのかな、実況プレイってこんなのでいいのかな。あの生き物はなんか、なんかトゲトゲしてるし、肉食っぽいな。大丈夫かな。あ、でも草食っぽいな、この口の感じは。うん、仲間作るか。別に肉食じゃないしな、争う意味そんなにないよな。俺の歌を聴け。よし、クソ虫リサイタルじゃ、クソ虫リサイタルじゃーい。リーダーどこ、リーダー、ヘイリーダー、いた。私の歌を聴きなさい。ヘイ、え、この歌力がすごい。歌力って言い方でいいのかわかんないけど、すごい。なんかさ、このもう全人類仲間みたいな、人類でもなんでもないけど、全部の生き物が仲間みたいな感じになったらいいのかな、次のステージに行けるのかな。もうクリーチャーステージの次はどんなのかよく覚えてないんだけど、より文化的になっていくことは間違いないんだけど、これも装飾、あ、雑食っぽいな、この口は。まあ、そんなに好戦的な感じでもなさそうだけど。こんにちは。あー、なんか友好的な生き物ばっかでいいな。好戦的な生き物に会った時にどうするかだよね。こういう仲良くしてくれるのはいいんだけど、この辺は平和的な生き物ばっかでいいな。えい、歌おうぜ。案外すぐお腹空くよな。ご飯も食べつつ2階の、なんか自分の巣から離れてくの怖いな、帰ってこれなくなりそう。こういうマップ見んの苦手なんだよ。すぐも戻ってこれなくなりそうで、果実を食べて、よし、食べるぞ食べるぞ。うわ、なんか気持ち悪いのいる。え、ヒットポイント50って何？あ、これやばいやつ、あ、これやばいやつだわ。あかん、こっちの方まだ来ちゃダメだ。待って、俺こんなか弱い生き物を2匹でさ、どうに、え、何してんの？すごい、なんかリンチしてない？何かをボコボコにしてない？え、怖い。あ、ヒットポイント減ってる生き物がいるぞ。え、ちょっと待って、え、肉になって、え、生肉がある。襲われてたってことだよな。あ、チンプって生き物が、ん、ちょっと待って、さっきのヒットポイント50ぐらいあった生き物とこれはまた別だよな。このチンプも十分強いけど、ちょっと待って、あ、やばい、逃げるぞ逃げるぞ逃げるぞ、マジで逃げるぞ。いって、ちょっと待って、攻撃力高すぎ、逃げよう。
大丈夫かな。これ何で襲われてると判断すりゃいいんだろう。細胞ステージの時は明らかに襲われてる時の BGM があったけど、ちまって、あ、仲間がいない。ダメだ、これダメだわ、これダメだ。ちょっと帰ろう、一旦帰ろう。これ仲間だよな。ちょっと俺の心の傷を癒してもらわないと。ちょっと聞いてくれよ、大変なことがあったんだ。回復するっていいな。ちょっとあそこまだ行っちゃいけないゾーンだな、完全に。もっと強くなってから来ないと。よし、どこ行こうかな。ちょっと待って、仲間がいないの寂しいな。ちょっと誰かついてこない。こうしてドラッグ&ドロップでいいのかな、違うのかな。あれ、さっきなんかどうやって群れに入れたんだ。あ、ちげえよこの野郎、ちげえよこの野郎。歌いたかったわけじゃないんだよ。違くてさ、あ、群れに加わった。よし、群れに加わったぞ。こんな貧弱な草食の生き物を仲間に連れたところでどうなのってとこはあるけど、なんかさ、もう最初から好戦的なまがまがしいオーラ放ってる敵を歌で感心させることはできないのかな。で、強そうな生き物を仲間にすることができたらさ、なんかすごい役に立つんじゃない。なんかこっちの方なんもないな。生き物がいない。ちょっとダメだな、こっちがビビってちゃダメだな、あっちが好戦的だからって。ちょっとそこを歌でなんとか感心させてかないと。なんか、おっしゃ、歌おうぜ。俺たちは平和のために生きてるんだ。何も聞こえない、何も聞かせてくれない、僕の体が昔より大人。よっしゃー、いけるもんだな。なんか最初はまがまがしいオーラ放ってたけど、ちょっと歌おうぜ。大人になったからなのか、ベッドに置いてきた。あ、歌詞間違えてくれ。初めて買った黒いレディを。ちょっと、まだいける、まだいける。俺たちまだいけるよ。あー、バカ。ちょっと、何かいけなかったんだ。俺が、壊れかけのレディオの歌詞を間違えたから。あれ、さっきはいけたのにね。なかなか難しいな。こういうなんかあんまり有効的じゃない敵はこうやってゲージが上がりづらいんだな。いける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 、俺たちやれるよ、俺たちまだやれるよ。わー、バカー、なんで、さっきはできたじゃん。